ご視聴ありがとうございます。プロ野球選手を紹介する川野名鑑2021担当の川野まりなです。よろしくお願いします。今回は北海道日本ハムファイターズの伊藤大海投手についてご紹介します。新人王候補ではと言われるほどの大活躍を見せてくださった伊藤大海投手、印象皆さんどんなイメージをお持ちでしょうか。ぜひコメント欄にお寄せください。川野名鑑は毎週木曜日21時に配信しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それでは川野名鑑プレイボール。まずは北海道日本ハムファイターズの伊藤大海投手、プロフィールをご紹介します。1997年8月31日生まれ、夏休みでしょうか、北海道ご出身の土産子なので、地元で育ち、地元でファイターズファンとして育ち、ダルビッシュ有投手のファンだったという情報も得ておりますが、日ハムに入団してくださったということなんですけど、苫小牧高校から駒澤大学に進学されて、しかし中退されまして、で地元に戻られて、現北洋大学の苫小牧駒澤大学もう一度入り直されて、2020年ドラフト1位でファイターズに入ってくださいました。一本釣りでファイターズに入団されて、私自身アマチュアにあまり詳しくなかったということもあって、はっ、どなただろうっていう、あまり詳しくなくて驚いた記憶があります。しかし入団されてから納得オブ納得の活躍、今年の成績がこちらです。防御率 2.90 はリーグ4位ということで、すごすぎますよ。だってパリーグのピッチャータイトル1位といえば、もうまず山本由伸投手という異次元の存在がいる中での4位なんで、実質3位、顔の調べではもうだって次元が違いますから。しかもルーキーで、で23試合に登板されて10勝2桁挙げられました。これはパ・リーグ新人唯一という川の調べも出まして、しかし長かった、本当に苦しく長い2021年の船旅であったという感じにファンとしては思ったんですが、やっぱりチームもなかなか打線の援護ができずに、ピッチャーとしても苦しかったのではないでしょうか。見ていても感じましたが、その中でもしっかり最後の最後まで投げ続けてくださって、10勝目2桁勝利を決めたのも10月30日ということなので、もう直近シーズン最後の最後まで戦い続けて得た2桁勝利ということですね。すごすぎます。記録も打ち立てていらっしゃって、それが3月31日に初登板だから、最初の最初からですよ。登板されてから初回から23イニング連続奪三振記録、これ並んだということで、タイ記録を毎回奪三振していて、ナイスなテンポで投げ続けてくださったということですね。8月29日には西武戦ですが、プロ初完投初完封されていて、こんないいピッチャーが北海道にいたんやという、アマチュア詳しくない民としては驚きのたまえましたね。本当にすごかった。ここまでは伊藤大海投手のプロフィールをご紹介しました。さてここからは川野まりなが日々したためている顔の調べから伊藤大海投手についてご紹介します。まず皆さんも印象深いのではないでしょうか。侍ジャパン選ばれていて、巨人の菅野投手の代替選手として選ばれた伊藤大海選手でしたが、侍ジャパンで中継ぎとして投げられて、2試合準決勝決勝と無失点で、しっかり回もまたぎましたよね確か。しっかりと抑えて、その名をこの世に知らしめたということでしたが、その中でもやっぱり注目されたのがこれですね。オイロジンということで、ロジンを本当にたっぷりつけて、でなんで話題になったかっていうと、準決勝の時ですよね、韓国戦でロジンちょっとつけすぎなんじゃないかみたいな感じで、相手のチームの方が審判に言うというシーンがあって、しかしながらそれに対して伊藤大海投手、そういう相手の選手の仕草があった後もたっぷりとつけて
みたいな感じでもう堂々たるピッチングを見せ、しかも私がやっぱりすごいなっていう、この方は目指しているレベルが違うなって思ったのが、その登板を終えた後にご自身の SNS でしっかりとそのなぜそういう行為に及んだか、自分がロジンに対する思いとかこだわりとかを発信されてたんですよ。でハッシュタグおいロジンって書いて、その強心臓がすごいなと思ったし、やっぱり自分の指先一つで人生変わる世界を生きている方々なので、そこに対するすごいこだわりがある、しかもそれを言語化できるっていうのがすごすぎると思って、行く先が頼もしすぎるなっていう風に一ファンとしても震え上がった記憶があります。しかもあのシーズン中にも私が覚えているのは、ちょっとあの微笑みながらですけど、西武戦で栗山拓実選手がシュッシュッっていうロジンをたっぷりつける伊藤大海投手を見て、つけすぎやろなあって言って、あのキャッチャーの清水選手でしたかね、その時はキャッチャーにもちょっとつけすぎじゃないみたいな感じで聞いてた、そんなシーンも思い出されますけれども、でもやっぱりこうその一部表明されていた SNS から抜粋させていただくと、自分は手汗をかきやすいのもあってたっぷりつけるようにしていますっていう、ロジンをたっぷりつけるルーティーンは変えない、言われたからにはこうなんて言うんですかね、バッターに邪魔になるような顔の周りにこう粉を回せるようなことはしないようにするみたいな、自分の中でしっかりこうルールにのっとった範囲内での解決策は出されて、ルーティンは守り抜くっていう、もうすっごい線引きをしっかり行っていらっしゃって、私は思ったんですよ、ロックだなって。で伊藤大海投手ってアーティストだと私は思うんですよね。いろんなタイプの選手さんがいらっしゃる中で、ちゃんとこう絶対不可侵な自分の投球へのこだわりがあるタイプ、もう有無を言わさずにキャッチャーが誰だろうか関係ねえ、俺は俺のピッチングをするんだっていう、それがルーキーながらにもう体現できているというのが本当にすごいなって思いました。解説者のどなたかもおっしゃってたんですけど、表現者、パリーグ TV さんがおっしゃってたのかな、表現者であるっていう風に書かれていて、まさにそうだなっていう、アーティストです本当にと思いました。で私がそのオイロジン見る前から、この方はアーティストかな、ちょっと一筋縄ではいかない、独自の思考回路を持っていらっしゃる、私たちが見えない景色を見てるって思ったきっかけがあって、それが公式 SNS、 Twitter もそうなんですけど、 Instagram で私は気づいたんですけど、勝利をした時にボールをこうやってここに乗せるんですよね。これがボールだとしたら、ボールはないですかと言って首脳陣かっこスタッフさんに出していただきましたが、勝利を挙げた記念の写真撮るときって、ピッチャーの方こう持ったりする方多いと思うんですよね。しかし伊藤大海選手はこうやって持ってたんです。わかりますか、こうグーの上に乗せる、これなんだかわかりますか。ファンの方はすぐにわかってるかもしれませんが、私は最初わかりませんでした。結果答えはご本人の SNS のハッシュタグに記されていました。これはアイスクリーム餅というそうです。これがコーンってことですよね。だからこうやって食べるイメージで持ってたのかなっていう、しっかり名前もあったっていうことが判明して、それからというもの、アイスってコーンだけじゃないじゃないですか。だからアイスクリーム餅、どうやったかな、逆アイスクリーム餅っていうのもあって、どうやって持ってたかな、多分調べたらすぐ分かります。逆アイスクリーム餅、あとカップ、こうやったかな、ちょっと忘れちゃった、カップアイスクリーム餅もあったし、タオルにくるんでアイスクレープ餅もありました。であと雪見大福、一方に雪見大福そのものが入ってて、もう一個の穴にこうやって乗せる雪見大福に乗せる餅、これは正式名称ではありません。あとビスケットを両端にくっつけてクッキーサンドアイス餅っていうのもやってました。もうあらゆる形で、今までこのように一人もいなかった表現で勝利の喜びを自分のインスタとかでアップされてるのを見て、しかも名前あるんやっていう、なんとなくやってるわけじゃないっていうところが私の中でアーティストポイントが高くって、やっぱアーティストなんですよね。ちゃんと自分がやったことに名を付けられるっていうか、かっこいいなって思いました。そしてもう一つプライド持ってされていたんだっていう風にジーンとしたのが、これも記憶に新しい方多いと思います。私自身も大好きで大好き大好きな特別な存在、ソフトバンクホークスの長谷川選手引退する試合、これはあのホークス自身が
クライマックスシリーズ進出がまだかかっていた時期の試合でもあったし、長谷川選手も打撃職人であって1打席も無駄にしたくない、俺は現役なんだからちゃんと最後までプレーをするっていう意思を持った打席だったんですよ。結果ファーストゴロだったんですかね、ゴロを打って長谷川選手はヘッドスライディングをして最後まで勝ちにこだわったっていう打席だったんです。でその打席の相手ピッチャーが伊藤大海投手だったんですね。その試合伊藤投手自身も2桁勝利がかかっていて、その時まだ9勝だったんです。だから真剣勝負ですよ。そりゃご自身のこだわり全部詰め込んだピッチングをして、ベンチに下がっていく長谷川選手に対して帽子を取って礼をされていたんです。でそれに対してももうそこだけで素晴らしい光景というかやり取りコミュニケーション成り立ってるのに、その上 SNS でもしっかり長谷川選手の引退で登板させていただけてっていう、プロ野球選手になれてよかったって改めて思いましたみたいな旨を投稿されていたんですよ。なんかこれ以上ない、自分で思い描いて自分で実行して自分で完結させてるっていう一連のリスペクトを込めたレジェンドへの引退試合への答えを見たなっていう感じがして、長谷川選手のファンとしてもすごく嬉しかったし、伊藤大海投手についてもすっごくより一層応援したいって思ったアーティストエピソードの一つだなっていうふうに思いました。あともう本当に最後にどうでもいい川の調べのどうでもいい感想を述べさせていただきますが、私プロ野球界で一番大河ドラマに出てほしい人、伊藤大海投手だって、もうなんかそのまま出れそう、なんていうんですかね、バカボンド読んだことありますか？伊藤大海投手じゃないや井上武彦さんの宮本武蔵がまんま作画が伊藤大海投手なんですよね。髪の毛もすごくワイルドに長くてブワッとこう広がっていて、出ました、写真がもうナイス名采配。これは最後の栗山が監督も最後の試合であり、伊藤大海投手も10勝目を挙げられたということで10という可愛らしいポーズをしてくださってありがとうございますという写真なんですけど、髪の毛もぶわっと広がっていて威厳があって、目もこうすごい目力、しかもこの時はすっごく素敵なスマイルですけど、投げてる時の不敵な笑みというか眼力というか、クッという獲物を捉えたみたいな、仕留めるぜみたいな目がもう大河ドラマそのもの。もうね、多分主演でっていうのは現実的じゃないからふざけてると思われるから言いませんけど、現実的なことで言うとやっぱありえますよ、新庄監督が監督になるんだったら。ちょい役でもいいから、セリフがなくてもいい、そこにいるだけでオーラがあるから出てほしいです、大河ドラマに。誰よりも似合うと思うな私。ということでここまで自由奔放に勝手に述べさせていただきましたが、川の調べで伊藤大海投手についてご紹介させていただきました。それでは付録のお時間です。ここでは伊藤大海投手の登場曲をご紹介というかカバーさせていただきたいと思います。初めて触れる洋楽で、しかもこれ選曲された時の記事読んだら誰も知らない曲だと思います、にやりみたいな感じの記事が出てきたので、川の調べでやっぱここにもアーティスト性出てるなっていう風に思ったんですけど、ジャガーツインさんですかね、シャインという曲です。When I rise to the brand new morning, I know the sun's gonna shine, shine down on me, shine, shine down on me. When I rise to the brand new morning, I know the sun's gonna shine, shine down on me, shine, shine down on me. ありがとうございます。新しい朝、日はまた昇るというような、 A メロ、 B メロも本当になんか歌詞にこだわりがあって選びましたっていう記事も読んだので注目して聞いてみたんですけど、登場曲って理解深まりますよね。その選んだってことはそういうことなんだろうなとか、なんか人間性現れるなと思って初めて聞きました。ということで私川野まりな、たくましく歌い続けなくてはいけない、しっかりと生きてという思いを新たにした、そんな一日でしたが、そうよ、時代は移り変わっていく、伊藤大海投手がそれを示してくれたじゃないかということで、今私自分に話しかけてますねということなんですけど、はい、次のライブなども決まっているのでいい知らせを私自身も届けられるように頑張るので、ぜひ公式 SNS などチェックしてみてください。ということで川野メーカーは毎週木曜日21時に配信しています。旬な選手からベテラン選手までリスペクトを込めてご紹介しますので、ぜひ次回もご視聴ください。ここまでは川野まりながお送りしました。ありがとうございました。